広告講師福有限講師は台湾消化圏が発祥、香港証券取引所に上場する食品メーカーの一つである。主な業務はインスタントラーメン、飲料、菓子類などの食品の中国における生産。本部は中華人民共和国天津市浜海新区の天津、経済技術開発区に置かれている。中国における最大の台湾企業であり、 同時に台湾の主要な食品会社である。大手食品メーカー、味ンなどを参加に置く台湾の企業グループ、超新国際集団の一員で、同集団が筆頭株主である。超新グループは1958年に台湾商家圏衛生座とに、銀和一竿が創設した製油会社、加内新製油工商を発祥とし、1974年に超新製油工事となった。 長鮮グループは中国の改革開放後中国に本格投資を開始する。1992年に天津市に作られた天津開発区に投資して天津いただき駅国際食品有限講師を創設し中国大陸に本格進出し講シフブランドのインスタント食品などを製造した。後に天津いただき駅国際食品有限講師は社名を 公私府に改めた。1999年に長新グループと日本の産業食品との提携が成立し、産業食品も公私府の33%以上の株式を保有している。2008年には伊藤忠商事の投資も受け入れている。日本による尖閣諸島の国有化をめぐる中国での反日運動の際には日本企業との提携が多いことから反発を買い、 売上を落とした中国はインスタントラーメンの世界需要のうち約半分を消費する国と言われているが、その中国で、高市府は金額ベースでインスタントラーメン市場シェア約5割を占めている。また、飲料部門もシェアが高く、企業別ではコカ・コーラに次いで2位につけている。同社の強さの秘訣は台湾と日本のハイブリッドであることだと、擬王州当事長は言う。 朝日ビールをはじめとする日本企業との提携により中国人の好みを熟知しコミュニケーションを取ることが容易な台湾の良さと生産品質管理に長けた日本の良さをうまく融合させることにより成長力を生み出している2004年の純利益は286429000ドル1株当たり当期純利益は2ドル以上である2008年6月 ホーブスは、長新グループ会長の議応集一族の純出産価値を26.5億ドルと公表し、それはその年の台湾の第8位であった。2013年の台湾不合番付では3位になった。台湾公私府は2014年に発生した長新国際ハイユラード不正事件の影響を受けたため、台湾でのインスタント麺の製造販売を停止し、 2015年には実質的には運営されていなかったが、2017年1月1日に会社の解散を決定したと報じられた。天津市の手田に本拠を置く、サッカークラブ、天津安氏たち足玉クラブのスポンサーとなっている。同チームは現在、天津講師府と名乗っている。ありがとうございます。